ジェラール・ランバンは、フランス・オード・セーヌ県、ブローニュイ・コールビアイクール出身の俳優。セザール賞は、お気に入りの息子で、主演男優賞を、虫カステラの恋で、助演男優賞を受賞している。ブルジョアの家庭に育つが、親元を離れ、17歳で学校を中退する。役者を目指すが、道は容易ではなく、市場のバイトなど様々な仕事などをする。 68年3月のある日、俳優、マルタン・ラモットと出会い、彼から古流種を紹介される。5月革命目前の混沌とした最中だったが、さらに全身的なカフェテアトルを始めたばかりのアンリ、ギユベ、パトリック・ドベル、ミューミュートであって、彼らの上演に携わる。演技を学ぶため、67年に開校したばかりのフランソワ・フロランによる、 演劇学校クールフローランに入学して優秀だったため、ビルールバンヌ国立民衆劇場の研修も受けるが、興風が合わず、早々去る。1970年より、ラモットのカフェテアトルで裏方を始めるが、ルイド・フィネスト、コリューシュが主演したコメディ、テバ先と、モモサーカス団員として登場。続いて、コリューシュ唯一の監督作、ブエヌ。 オースパエル、アルザスイラ・ロレーヌに白馬の騎士役を映画デビュー。その間、古流主作、演出、主演で再演されたジネット・ラコジー1962も出演した。1981年のユヌ・エイト・ロンジア・アフェアでジャンギャバン賞を受賞したことで名前を知られるようになる。元女優で歌手のジェニファーと1984年に結婚、に死を設ける。 ありがとうございます。